悲しい泣きたいとか辛いとか思ってないのに気づいたら涙が出てて今日からお給料が払えませんって。時給ってことですか？時給です。ちょっと待ってね。ふぉー、はいはい、ちょっとこっからはもう深掘っちゃう、うん、もう深掘っちゃう、はい、いや桜井瑞希さんといえばですよ、うん、やっぱり昼食からの転職っていうところが、はい、もう本当一番なんだろう他の人との大きな違いっていうイメージが強いんですよね、うん、僕たちからすると、うん、だからそういったところちょっと聞かせてください。お願いします。お願いします。お願いします、はい。なんかチラッと、はい、チラッと噂で、はい、はい、噂で、すっごいブラックな会社に勤めてたというのを聞いたんですけど、そうなんですよ。あのオイルとして働き満々だったんですよ。で、こう満を持して就職してだったんですけど、その初月入った若い時に、なんか土日残業代出ないけどもう来てくれとか、毎日、そうです、その出社時間の2時間前にはもう新卒は来てみたいな。で帰りは終電でも、もう先輩たちはもうなんか終電とかも乗ってらんないから、私たちはもう近く引っ越してるんだよねみたいな会社の近くにっていう感じの会社でした。入る前は分かんなかったですか？入る前は分かんなかったです。その結構女の子がすごい憧れる商品を、うん、作ってるメーカーさんだったんですけど、その憧れで入ってしまって、うん、もう本当に入りたい会社に入れたみたいな、嬉しいと思ってたんですけど、気に病んだりしませんでした？私あんまりこう嫌なりしないんですよ。悩みもそんな長く続かないんですけど、普通に続かないんですけどそれこそ就職してこう終電乗ってるわけですよ。乗っててだ気づいたらこう涙が出てて、でもだから悲しい、泣きたいとか辛いとか思ってないのに気づいたら涙が出てて、私やばいと思って転職を考えました。確かにそれはダメなサインですね。ダメですね。間違いなくダメなサインですね、それは。うんうん、私疲れてると思って。その時な、おいくつでした？その時は23歳ですね。新卒1年目で。いきなり苦労。辛い。ちなみに、はい、今すごいこう僕たちからすると、うん、食生活とかすごい気遣われている水木さんなんですけど、はい、その昼食時代の生活とかってどんな生活されたのかなって、はい、その就職して最初の週にその新卒の子たちは全員1週間断食しなきゃいけなかったんですよ。どうなんですか？それはその会社の商品でその酵素ドリンクを出してて、はい、でその商品の良さを実感してもらうために、はいはいはい、そのまず1週間断食してください。でみんなもう緊張してるのに酵素ドリンクしか1週間飲めてなくてもうフラフラなんですよ。でなんか講座みたいなのがあるんですけど、もう話聞けないんですよ、フラフラすぎてみたいな、ね、ちなみにさちゃん気にならない？だってその時に今18万とかの初任給とかの話だったじゃん、うんうんうん、で今はもう全然違うと思うけど、もちろん、まあ、もちろんね。その時家賃とか大変だったんじゃないですか？はい、うんうんうん、そうですね。その後に引っ越して2社経験してるんですけど、2社目移った時に11万の家賃のとこに住んでました。でお給料の3分の1ぐらい家賃にいってるじゃないですか、うん、半分ちょい家賃なんでそんなとこ住んじゃったんですかなんか家賃切り詰めるよりも本当なんか近くに住みたいとか、なんかちょっと楽したいみたいな、もう駅の近くに住みたいみたいなのがあって他を切り詰めよう。ちなみにほぼ半分の家賃で、はい、食費とかってあんまないじゃないですか、はい、もやしとかですか？あ、でももやしとかでしたね。やばいなんか意外とすごい売れてる人ってなんかもやしとの関係がちょっと深かったりする話多くないですか？もやしとかきゅうりとか、もやしとかきゅうり、そうそう、小麦粉、キャベツ、大根とか、そう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 、あのこれから退入に行こうとしてる皆さん、あのもやしちょっとキーワードかもしれないです、はい、やったの違います違いました多分違うと思います。残念。あ、残念。ちなみに2社目は2社目は2社目、1社目も2社目も栄養士で入ってるんですけど、はい、2社目はパーソナルジムだったん、なんか私がその1社目涙して転職しようって考えてる時に、女友達がなんかパーソナルジムの栄養士を探してる人がいてどうかなって提案してくれて移ったんですけど、もうこの後ジャングルで働く流れもそうなんですけど、全部友達の影響でって感じがあります。もうすべきものは友ですな、はい、本当に皆さん。ちなみにその2社目に移られて、うん、なんでまた夜職に？2社目に移って入って2ヶ月後ぐらいに会社が潰れちゃったんです。でしかも潰れたのもみんなこう出社するじゃないですか、はいはい、なんか社長と弁護士が横にいてみんな集合って、なんかもう今日からお給料が払えませんって、
そこからだからさっき言われてた、まあ、夜食に行こうとしたきっかけはお友達が勧めてくれたってことですか。そうです。で3ヶ月ぐらい就職活動してたんですよ。なんかいまいちこうピンとくる会社に巡り合えなくてっていう時に、なんか一人女友達がすごいキャバからご利用ししてくる子がいてなんかわかんないけど抱きめてほしいってで、なんかもうそれを何ヶ月も言われてて、なんかだんだん洗脳されてきちゃってまあなんかつなぎでちょっとやってみてもいいかなみたいな、まあ、やってで合わなかったら別にまた就職すればいいかと思って。うんうん、お友達はじゃあこれ東京に働いてた。あ、全然働いてない。全然働いてない。もう水商売全くやってなくて。え、なのになぜかおいちょっと待って、スカウトバッグもらってねえかそいつ大丈夫か。なぜかなんか向いてると思うみたいな LINE、うん、で長文でも画面いっぱいになんかなぜキャバクラが向いてるかみたいな送ってくれて、でもその子のおかげで今があります。昼からもう夜がっつり変わってるわけなんで、はい、何の準備もないですよね。体験から行って、はい、なんかもうドレス借りたりとか、あ、そうです、全部そこから一から始めていったみたいな。そこで初めてキャバクラドレスって検索して、あ、こういうのがあるんだってなんか求め買いとかして浮かれてたんですけど。可愛い。どれぐらいしたんですか求め買い。10着ぐらい買いました。気合入ってますね。なんか楽しくなっちゃって。エグいな10着って。本気だな。見てる人たちも、うん、タイに行ってみたいなって絶対思ってる子いるんで、ちょっとお店のことも聞きたいなと思うんですけど。はい、お願いします。どんな女の子が多いんですか。あんまりあの殺伐としてる子はいなくて、みんなおおらかだし、なんか楽しく働いてる子が多いような気がします。めちゃくちゃ頑張ってますみたいな、うん、ゴリゴリタイプはいないみたいな感じですか。頑張ってる子もいるんですけど、バトってはないと思います。ああ、なるほどなるほど。あ、じゃあ結構女の子たち仲いい感じですね。めっちゃ仲いいです。おおらかだしみんな。へえ。他のお店の女の子の話聞いたりしてると、やっぱこうバトル合いみたいなのがなんか聞きますね。やっぱよくねあるみたいなんですけど、ジャングルは多分本当にないと思います。じゃあ売上競争みたいな概念はあんまない。ないですね。清楚系とか、なんかギャル系とか可愛い系とかで言うと、はい、全部いる感じですか。全部いますね。最初は多分清楚系とかで集めてたんですけど、かなり女の子のこう自由度が高くて、もうその子の働きたい一番なんかいい状態で働いてねみたいな。だからその髪の毛染めてくださいとか、こういう格好してくださいとかは全くないです。へえ。あ、ほんであれですね、優しいですね。はい。こんだけ働きやすかったです。はい、ぶっちゃけ、はい、給与的には劣るとか なんかあるんですか。私退入の時に最終的に決めて給料でした。はい、ちょっと待って、聞きたい。25,000円とか。で、もう何にも、その日。え、時給ってことですか。時給です。ちょっと待って、ね、でなんかこんな何もない私でもこんな出してくれるんですかみたいな。すごい、皆さん即決でした。この話なかなか聞けないですからね皆さん、うん、確かにすごい初めて話しました。ナンバーワンになるまでの間、はい、その最高の月給みたいなところがやっぱ通るわけじゃないですか。はい。いくらだったとかは。4桁です。でもみんな多分この月だけめっちゃ良かったっていうよりは、安定して割とそれぐらいの感じがします。え、はい、上とか言っちゃった。安定して割と安定してる気がします。え、ちょっと待ってください。それってでも水木さんが可愛くて売れてるからじゃないですか。私が SNS 顔出ししてるから、こう指名が一極集中してるってわけじゃなくて、もう本当それぞれみんなお客さんがいて、年末とかもなんか何でもない日になんか2,000万使ってもらっちゃったみたいなとかは結構ね多発してました。なんて夢ある店なんだと思ってすごいですね。そう、私のお客さんじゃないけど稼ぎたい子マジで、あのジャングル、うん、本当退入行ってもらいたいと思います僕は。うんうんうん、確かに本当に夢がある。めっちゃ夢あります、はい、なんかただ多分あの敷居も高いと思う。まあ、確かになんか最低限まあこれぐらいの整え方しないとちょっと浮かんないよみたいな感じありますか。うんうん、あ、整え方でも多分手っ取り早いのはやっぱこう痩せることが一番、ね、ほら細いことなのか。細いことか。なんかその子が一番合ってる体型ももちろんあると思うんですよ。なんかこうグラマーの体型とかもあると思うんですけど、なんかこう自分で整えられる範囲だったらやっぱ痩せることが一番早いです、ね。ね、年齢制限は年齢制限はないと思います。六本木かなり幅広くて、結構キャバクラで元気で働いてる人で40代の方がいるんですよ。え、そう、本当ですか。ママじゃなくてキャストさんで。すごい、夢ある。まだいける、まだいける大丈夫、まだいける、全然いける。最後一個聞いていいですか。はい。もう
いいとこしかなかったんで、うん、強いて言うなら、なんかここ嫌だなみたいなないですか？あ、ジャングルの嫌なところ、フードメニューがめっちゃ少なくてなるほど。何を追加してほしいですか、メニューとして。これもしかしたらね、コンロがなくて、もうスナック菓子とかチョコとかしか出し、そう、乾き物しか出せなかったんですよ。ただ最近フロアが増設されて、すっごい大きいキッチンができて、うわすごい、だからもう あったかいもうカレーとか出してほしい、ね、お味噌汁とか、ジャングル東京の偉い方たち、カレーお願いします、はい、パスタとかでもカレー食べてたら可愛い、ね、めっちゃ匂いするみたいな、食べたい、水木さんカレーお願いします社会人の頃住んでるお家とさっき言ってた11万円の、なんでこんないい人なんだろうみたいなって言って、なんか心がこう傾いちゃうみたいな、なんかじゃあこのお客さんがどうして事業うまくいってるんだろうってちょっと調べちゃうとか。ナイトワークで働くなら安心安全のタイニュー .com でお仕事探し、概要欄からチェックしてね。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。